人文社会科学の未来、一連のものの3回目です。リマインドとしてこれまで何を行ってきたか、パネル1、文系・理系という区分の再考、パネル2、これからの人文社会科学でして、日本語のみで開催いたしました。すでに YouTube で公開されていますので、よろしければ後でまた確認をしてください。本日のパネルについては、人文社会科学の進行とその展望、人文社会科学の未来、知の社会学の視点からです。最初のパネルで持っていた視点は、研究者でこの分野、人文社会科学で研究している人たち、社会学の分野の研究者の観点、視点からです。このような分野における概念、手法のシフトがあったということ、文系と理系とは何か、抽象的な話、文学、人文、あるいは理系、そのような学術区分について議論を行いました。2度目のパネルについては、学術機関のメンバー、東京大学のメンバーとして、などの視点からでして、主に制度改革、区分改革など組織改革の話でした。大学でどのように改革をする必要があるか、社会科学がより重要な役割を果たすことができるように、もちろん東京大学がフォーカスでした。もともとこの一連のセミナーについては、東京大学に関するワーキンググループの報告が元でしたから、東京大学における人文社会科学の進行と展望自体がスタートポイントでしたから、また日本の大学と他の機関との関係に注目していて、今回が3度目でして、もう少し広い視点、視野で行いまして、今回は研究者としての立場で参加をしています。ただ、大学とか学問分野の所属もありますが、知識体系、知識系、知識システムを研究している人がいまして、日本以外の先生にも参加をお願いしています。グローバルな視点を伺います。また、知識システムに関して過去、現在、未来に関する研究をしている先生方の意見を聞きたいと考えています。本日のパネルについて、まずは5から10分ほど冒頭発言をお願いをし、最初のレスポンス、最初の発表に関するやり取りを行いまして、前のパネルから発生いたしました質問を投げて、その後自由議論、フリーディスカッションといたします。これまでのセッションとは違いまして、Q&A 機能を有効にしています。参加者の皆様からも聞きたいと思っています。今回が最後ですので、ご参加、ご視聴の皆様も参加をしてください。メニューの下の方、Q&A をクリックしてください。チャットファンクションで書いていただいて結構です。ただ、すべてのご質問は扱うことができない可能性がありますが、ご了承をお願いをいたします。いくつか選択をして議論をしたいと考えています。私がモデレーターです。ミカエル・ファチアス、東京カレッジ准教授で知識の歴史、あるいは翻訳の研究を地域、グローバルの文脈で日本に関して研究をしていまして、日本における19世紀の中国の知識がどのように変わっていったか、グローバル化の背景に基づいてモノグラフを出しています。パネリストの先生方です。冒頭発言をそれぞれ順番にお願いをいたします。まずはじめに中島隆弘先生、東アジア芸文書院の院長です。次にカースティン・クール先生、フランホーファー研究所サイエンスプロジェクトマネージャー、ドイツ・カール・スウェーです。またハイデルベルグ大学教授です。次に、イナナ・ハマティ・アタヤ先生、ケンブリッジ大学グローバル知識スタディセンターの創設所長。
次に劉明珍先生、復旦大学グローバル公共政策研究所の教授、ワン・ウェンドゥ先生、東京カレッジプロジェクトリサーチャーです。最初のラウンドで、まず中島先生からお願いします。ありがとうございます。八重さん、ご紹介ありがとうございます。中島隆弘です。EAA 東アジア芸文書院の院長をしております。これは新しいプロジェクトです。では私の方からは、パワポの方を皆さんと共有いたしまして、ご覧になれますでしょうか。誰が誰に対して何を教えるのかということです。まあ、ちょっと奇妙なタイトルとも言えますが、知能社会学の観点からのものになります。これは共通のトピックということになります。意図的にこのタイトルを選びました。誰が何を誰に教えるかということになります。では次です。高等教育の新しいプラットフォームを考えるときに、誰が誰に教えるのかというのは重要な問題になります、将来的には。これまで、ある大学の教員は、その大学に在籍している学生に教えてきました。そのときには、いわゆる知識を囲い込んだ形での教え方でした。しかし、グローバル化、そして情報テクノロジーが発展していますので、このようなモデルというのは持続可能ではないことは明らかです。ミネルバプロジェクトのような例は優に及ばすということになります。皆さんよくご存知だと思いますが。ですから、では何をすべきでしょうか。高い質の教育を提供してきた伝統的な大学はどうすべきでしょうか。いろいろな取り組みがあります。まあ、これまで何年にもわたっていろんな取り組みがありますが、私の方からは、我々の課題、東アジア芸文書院 EAA の課題について議論させていただきます。まず当初から EAA は研究教育機関のプラットフォームとして構築されました。北京大学、東京大学を中心とした取り組みでした。両大学の教員が教養教育を両方の大学の学生に提供すると国境を越えて行うということでありました。つまり東京大学の教員が東京大学の学生を教える代わりに、この考え方というのは、北京大学と東京大学の教員が北京大学と東京大学の学生を教えるという考え方です。これは基本的に複数学位制度とは、制度設計の観点から根本的に違うことがお分かりいただけます。高等教育の形を変える取り組みであります。そして、2つの異なる国における大学に教育を通じて、このアカデミアの信頼というものを通じて、実現する協力体系です。これは北京大学における2019年のサマーインスティテュートの状況です。北京大学において、あと東京大学でも講義をしましたが、ここが、北京大学での状況です。それからまた EA の方は ANU、オーストラリア国立大学とも連携をしています。ニューヨーク大学もそうです。それからボン大学も、ウィンターインスティテュートプログラムを通じて、博士課程の学生およびポストクの学生を教えています。高等教育における国際的なプラットフォーム、新しい形のもので、ここでは最新の知識を持ち寄って、そして学生が結果を楽しめるようにしています。こちらの方は2020年、ニューヨークにおけるウィンターインスティテュートの状況であります。ニューヨーク大学で行いました。では、どのようにして、この知能社会学の観点からこの経験をどう分析したらよいでしょうか。一つにはこのような最新の知識というのは実際の課題に向けるということです。例えば言説の権利という問題があります。これは西洋中心の言説に反対するものであります。このモダンエピに関して EA の方では世界哲学、
これ新しいプロジェクトですが、世界文学、そして世界史の観点からこの問題を議論しています。私自身も、世界哲学の観点からこの問題について議論をしています。昨年、3人の同僚とともに、9巻にわたる世界哲学史を千曲書房から刊行いたしました。写真が出ていますが、千曲書房の書籍になります。で、今年ですが、私たちはより深く世界哲学史をこの例に基づいて家において、取り組んでいきたいと考えています。ここでは詳細にはありませんけれども、世界哲学のプロジェクトの意義というのは、まず一つ目に西洋中心の建設の原理をリビューするということ、それからまた地域の特殊性から普遍への道を探るというものであります。地域の特殊性に自らを限定するものではないということになります。それから3つ目には、この概念のグローバルの循環に着目するということになります。例えば、どの程度村民理学の概念、理が、これはリーズン、理性というふうによく訳されますが、これがヨーロッパの啓蒙主義にどういう影響を与え、そして、学問、探究の体系を変えたのかということが考えられます。また逆に、近代ヨーロッパの概念である理性は、東アジアの言説をどう変化させたのか、これを考えるということです。世界的に循環した見方を広げていくためには、伝統的な中学哲学、あるいはヨーロッパの啓蒙哲学とか、そういうように分かるのではなく、総合知が必要であり、それらをまたぐ積極的に関与したリーディングが必要になります。学問研究が必要になります。2つ目に、このような最新知というものについては、テキストの新たな読み方が必要になります。 EAA では新たな古典の読み方をに努めています。特にコンテンポラリークラシックスをやっています。これはすなわち、より深く関与し、文脈横断的な読み方をするということです。19世紀の文学的な読書というよりは、文脈横断的な読み方をするということです。例えば、井筒俊彦氏が書いたスーフィズムと老荘思想の近代古典について取り上げていますが、この中で、これは非常にユニークな読み方になります。文献学が道徳教の文脈がありまして、これが何人かの人に編集されています。井筒氏はこの事実をよく知っています。しかし、これを何か個人的なものをその中に読み取ろうとしています。これは近代の概念である個と主体というものの脱構築の試みでもあります。で、これはフランス人の中国学者、アンリー・マスペルとアメリカの哲学者ウィリアム・ジェームズの議論を受け継いでいるものであり、マスペルが言及する、密議といった議論、神秘といった議論であります。3つ目に、このような最新の知というものは対話形式であるというものです。家の多くのクラスにおいては、一人以上の教員が教えています。つまり、この構造というのは、対話に基づいている。教員と、その対話に参加している学生との対話によるものであります。これは通常の教員が支配的な知能を独占を持つというものを持ち、学生にそれを伝えるというのではものではなく、より覇権的な知識を対応通して提供するというものです。この随分の中で、私は、大金教授とおととし、この授業を行いましたが、この中でジョルジェ・アガベンを取り上げました。この中で、このコロナの19コロナの会見においてこれを読むことはどういった形で発見的だったかについても議論をしました。さて、このような経験に基づいて私たちは将来の高等教育について着目したいと思います。3つの重要な点があります。まず第一に、大学は知のプラットフォームになっていくというものであります。この中では教員と学生の方がいくつかの実際の質問のもとに伝うというプラットフォームを提供します。そしてこの中でどういうような質問を問うたらいいのか、
そして国際的な協力というのも極めて重要になりますが、どういった形でどういった機運を集めたらいいかということも重要になります。それからまたどういう学生を集めて参加してもらうかも重要になります。常にこのようなメンバーシップを常に新たなものにし、知能、活力を維持する必要があります。単に、過去のように単に入試で選ばれた学生を選ぶというだけでは十分ではありません。他の大学からの学生にもオープンであり、そして連携していく必要があります。しかし、これは場当たり的なものであってはなりません。これについては制度化をし、一定程度の恒常性を担保する必要があります。二つ目に、大学は国際協力も強化する必要があります。これを行っていくためには、伝統的な固定化した任用はもっと柔軟性を持たせる必要があります。この制度は、制度を作り、多様な任用を傑出した教員に提供しなければなりません。短い期間であっても、あるいは複数の大学で共有される形であっても、そういうことが必要です。しかし、これが、教員身分の不安定さにつながってはなりません。したがって、強い身分保障のある制度を構築することが望ましいということになります。これは研究者の非常勤雇用の現在の制度とは直接的に対比するものであります。3つ目に、大学はより緊密に社会と連携していく必要があります。よく聞かれるのは、人文科学はもう無用であるということですが、しかし逆が真であります。人文科学というのは、社会的創造力を生む重要な役割を演じています。そして望ましい社会のビジョンが必要です。そしてそれは人文科学を通じて構想できるものであります。これを開発していくためには、社会の他のセクターとの協力が不可欠です。例えば EAA では、大金工業からサポートをいただいています。つまり、大金工業との対応を通じて私たちは一緒に連携し、経済、哲学的な問題に取り組んでいます。つまり、社会的共通資本としての空気およびその評価に取り組んでいます。もう一つの例がありますが、これはハンブルクにありますニューインスティテュートがありますが、これはビジネスマンのプラットフォーム、それから学者のプラットフォームになっています。ここでは、価値や様々な価値について考えています。その格差、環境的破壊というのが資本主義によって顕著になってきました。従いまして、単にビジネスに関わる人だけではなく、学者にとっても、よりポジティブな方向に資本主義を変えていくというのは責任にもなります。従いまして、ニューインスティテュートがこのようなことを試みる機関として設立されたわけであります。以上になります。どうもありがとうございました。中島先生、ありがとうございました。次に、ファン先生、王先生。オー・ウェンルーです。今現在、東京カレッジのプロジェクトリサーチャーをしています。私の研究の中では、ヨーロッパと東アジアの16世紀、18世紀の異文化間交流の探訪をしています。特に、キリスト教教理の中国語への翻訳です。カトリック宣教師たちによるこうした交流というのは、最初期の最も重要な東西の文化的開口として長いこと着目され研究されてきています。このパネルの枠組みで私が議論したいのは、2つの歴史的には非常に異なる知識体系としての開口であり、史実に基づいての既存の知識体系間のコミュニケーションや連携の議論を位置づけてみたいと考えています。従来、学者の焦点は、いかにして西洋の科学、この中には地図学、数学、天文学といったものが入っていますが、これが明清時代の中国にどう伝えられたかということでした。最近の学問は研究を2つの側面に広げてきました。まず、最初に、現在のサイエンスの意味に基づいて、科学的な知の意味合いというのは拡大し、大陸を横断したより広範な情報や知識を含むようになってきました。2つ目に、双方向においてこのプロセスに関するより多くの文献があります。すなわち中国とヨーロッパ間で相互に伝達された知識
ということになります。多くの翻訳物、宣教師の更新、編集された著作、中国語の知識、中国史、儒教、中国の音楽等、まあ、こうした知識は、ヨーロッパの学会に紹介され、現代の議論の一部を構成しています。すなわち、普遍言語、普遍史、科学等等であります。他方、ヨーロッパの哲学は、当時、まあ、上位用語として、論理学、物理学、形而上学、数学、まあ、この中には、算術、幾何学、音楽、天文学、倫理学、こういったものをが含まれていましたが、こうしたヨーロッパの哲学は、イエズス会と中国知識階級の連携により中国語に翻訳されました。この新たな一連のイエズス会伝統の知識や方法論は、後に、新潮後期の学問に大きな影響を与えることになりました。ヨーロッパと民進時代の中国のコミュニケーションと知識の伝達については、両側で宣教師たちの仲介により翻訳を通じて進められたのであります。明確な一連の基本的な概念が両知識体系を支えていた中で、翻訳のプロセスはこうした基本的な考えの部分から始まりました。宣教師によって導入された最も重要な概念というのは、知識層との協議を経て儒教用語へと翻訳されました。例えば哲学はイエズス会士にとっては神によって創造された物理的世界の体系的知識というものであります。したがって自然の書の研究評価は神を理解する道に資するものです。この概念は、核物の研究として中国語に訳されました。すなわちこれは核物きより自物の研究及び悪なき探究ということです。これは儒教の文脈においては、地層の古典の学びの認識論における中心的な位置を占めていて、その目標は究極の原理を模索するものであります。この相関が導き出されるゆえんは、イエズス会によって導入された自然の研究は中国知識層の自然現象に対する長年の関心とも共鳴していたからであります。また理性や理性的な魂というキリスト教信仰にとって重要な考えが様々な儒教用語によって表現されました。この中には臨墳、臨相、臨海、臨祭、臨年等々あります。さらにキリスト教の神への愛は、儒教の言葉蓮、仁、慈しみ、愛情、仁愛と翻訳されました。ただごくわずかなテキストにしか現れていません。こうした翻訳の中において私たちは、2つの非常に異なる知識体系の重ね合わせを見ることができます。中国の知識層にとっては馴染みのない考えを理解する自然な選択でした。また宣教師たちにとってはこれは知識層の注意を引く戦略的選択でありました。このプロセスは各社によって相互的アプロプリエーション、介入というような形で表現されています。重要なことですが、この単純な融和統合、まあ、折衷化の不都合な点というのは、もともとの意味、原意が曖昧性、不明瞭さを敗退することになった点であり、実際問題が顕在化し、他の教団からの多くの反対意見や論争を長期にわたって誘発することとなりました。しかし、翻訳あるいは再翻訳の行為というのは非常に多くの著作物にもつながりました。ヨーロッパの言語あるいは中国においてもそうです。これによってさらなる説明を提供することになり、新たな疑問を提起し、そしてさらなる議論論議を喚起することになったのであります。異なる2つの知の体系が歴史によってこのように開口するということは私の研究でもそうですが、私たちが今日目指している対話や協力のための基準点を提供しているものだと思っています。これはアースとサイエンスの連携であれ、あるいは学問領域では研究がさまざまな言語、あるいは文化的制度的伝統、そういったところで行われますが、そういったものであったり、あるいは近代の学問と歴史的な学問との対話であったり、
てもそうだと考えています。したがって将来の人文科学を考えるためには2つの前のパネルから出てきた主要な2つのキーワードはグローバル化、国際化、それから学際的連携ということになります。これらの目標に到達する多くの道筋があると考えています。しかし、民進時代の中国とヨーロッパの異文化間の開口から、私たちは翻訳の行為、それから仲介者の役割、まあ、この場合には宣教師になりますが、不可欠であると考えています。これは大規模な畜語訳の翻訳の話をしているわけではありません。多くの人文科学の研究者たちはすでにそれが効果的でないことや問題であることを指摘してきました。今日の議論から明らかなことは、翻訳の実践はそれが深いコンテクストの理解に基づいているときのみ効果的であるということが明らかになっています。さらに、対話のプロセスとして、それは見られるべきであり、十分に定義された目的につながるツールではないということになります。これらのセミナーをにおいては、アーツと人文科学の区別というのがテーマになっていますが、また同時に翻訳の実践をより広く適用できると考えています。すべきだと思っています。異なる運用言語を持つ学問領域間において、近代と歴史的な文脈との間において、あるいは研究機関と一般の社会との間において適用していくべきだと考えています。また別の側面は、仲介者が必要かどうかということです。これは近世における宣教師や中国人の協力者たちのようなものであります。もしそういう仲介者が必要であれば誰がふさわしいかという疑問もあります。学者たちは積極的にこれまですでに学際的国際的連携に関わってきており、そうした現場で取り組む学者たちはアースとサイエンスを引き合わせようとしています。前のパネルでも議論したような事例です。すなわち社会心理学、科学技術、社会の研究、サイエンスコミュニケーション、科学指導等、こうした領域は連携的な学問の世界を形成する上でより重要な役割を演じることができるだろうと考えています。以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。冒頭発言ありがとうございました。次は稲那ハマティ・アタヤさん、どうぞ。ありがとうございます、ミハイルさん。今日はお招きいただきありがとうございます。重要な議論に参加できて嬉しく思います。さて、私の方からは、グローバルの知の変化、そして特に人文社会学が運営されている中での領域について見ていきます。そしてこの中で将来みんなのこのような学問領域について見ていきます。より幅広い知的あるいは社会的な学の観点から見ていきます。それではまず最初に明らかに重要な部分でありますが、すなわち人文社会科学というのはそれ自体が知の体系であるということ、そして我々が研究するそうした知の体系であるということです。そして現在と将来のこのような学問領域を見ていく前に、この現在の主体と客体の二重の位置関係について見ていく必要があると思っています。そしてこのようなそのポジショナリティ、一致性を見ていくことが社会的な観点からも重要だと考えています。私が今日ここで特に取り上げたい点というのは、ミカエルさんの方からも、お笑いの方から提供されておりますが、グローバルナレッジエコノミーの変革によって、我々のようなこのような学問領域が効果的に2つの位置関係といったものを批評的に効率的に動員するのが難しくなっている。そしてより良い形で社会に貢献するあるいは理解することが難しくなってきています。私も研究においてはしたがって、このような知の体系の進化を我々の農業の生活行動からの変革を通じて進めるというものであります。そして非常に長期的に、例えばこれは
1万5000年ぐらいの間でこういう農業は進化してきますが、それを見ていくということになります。私は非常に深いこのような変化といったものを農業における知識、こういった中で、生成されたものを見ています。特に過去200年がそうです。で、これについて我々が気になるのは、特に人文社会学の中で気になっている部分があります。まず最初は、例えばこのような、あらゆる知識の断片化、あるいは専門化ということです。農業に関する部分。この中で、より広い役割が、その科学技術へ提供されているというところがありますが、一部の学生は、これは、この地元の、もともとのテクノロジー、これは農業従事者に不可欠な技術の部分等があります。したがって、このような非常に多くの社会的行為者がこのプロセスに関与していますが、このようなその終焉化というのが農業、あるいはその我々の特に食料産業における勉強における知識におけるの終焉化というのが始まっています。3つ目に関しては、その結果として3つ目の傾向というのは、政治的あるいは法的枠組みの進展ということですが、この中でさまざまなこうした主体者に対応していかなければいけないという状況がありますが、その知識、テクノロジーの独占、あるいは生産の独占というものが出てきているということがあります。このような政治的、経済的、法的な枠組みの中で、このような制度的な制約を考える必要で、こうした中で地が生成されているという項目に着目しなければいけません。したがってコアの知識システムに基づいて食システムを考えたときに、これは最も重要な基本的な製造のために重要な開発のために重要な領域でありますので、こうしたトレンドをしっかり把握するのが重要です。しかしますますこのセクターでこうした知能体系を開発しているのは同時にグローバルのソリューションとしてさまざまなグローバルの課題にも接しています。食料安全保障もそうですし、気候変動もそうです。ですからこれらのソリューションが特定の社会経済的な主体者によって開発されてきていますが、これを問題解決に向けては不平等なリソースへのアクセス、その他の非対称性というものがあり、非均衡がグローバルサウス、グローバルの南との間で大きな問題となってきています。これが開発を阻害しています。このような法的な枠組み等などについても農業の問題を考える上で重要であります。次の10年、数十年にわたってグローバルの課題に対応していく上で重要です。文明としてあるいは種として重要になってきます。このような進化と並行して私たちはこの大学自体の終焉化といったものも出てきています。さまざまな知能の中で出てきています。この中で例えば次の農業革命というのは工業分野で起きてくる、その大学の研究中心あるいはフィランソロピーの領域ではなく、これは以前の農業革命の中では20世紀にはそういう傾向がありましたが、そうではないということも考えられます。主要な技術的な科学的なこのような進化というものについては、今スタートアップの方が大きなこの投資を大きな民間の資本を入れ、多くのこの産業の進展を誘発しています。そしてこのようないろいろな主体者の中でそういう展開が見られています。このような終焉化といったものが大学、まあ、特に公共の政策の研究のについては、これも他の学問の分野でも関係しています。人文科学の分野で知能研究の分野に関わってきます。全体的に歴史家、社会学者はこの中で特定のアクセスの形態を考えてきました。生産への形態あるいは大学と社会という関連で考えてきましたが、特定のスキルを通じてその他の社会的分野あるいはスキルにアクセスをするということがありましたが、この実際の学問と社会、特に国との関係というのはこのようなプロセスの中で重要になってきます。私は今私たちは入り口にいると思います。新しい時代のその中では、その調整をしていく必要があると思います。基本的な議論というのは既存の構造、知的なソースをこれまで導入してきましたが、現在の知能システムの体験の中でできています。しかしこれでは十分だけではありません。
このような知の体験が進化している中で十分ではありません。したがって、我々の領域を改めて考え直して、学際的な、あるいはその地域越境的な形での取り組みが必要になってくると思います。しかし、人文社会学については、より批評的に効率的に、我々が今現在、そのプロダクション、グローバルのマネジメントシステムの生産管理について、より批判的、効率的に変えていく必要があります。したがって、この人文社会学については、いろいろな野心、目標がありますが、こういったところで、まず社会を理解し、そして、そのどういった未来があるかを考えていくということ、またそれ自体が、その問題やジレンマに対応できるよう体制を取っていく必要があります。その時には倫理的なジレンマというのもあります。知の分配の問題もありますし、また倫理的な道徳的な選択肢の問題もあります。どのようにして私たちがより規範的な、このような道徳的な規範を通じて地位を広げていく、これが公共財、社会に提供できるかを考えていく必要があります。単にニーズや利害をこれを独占しているためのものとしてはならないというふうに考えています。以上です。ありがとうございました。Good afternoon, everyone. So today I'm... お待たせいたしました。今日は皆さんとご一緒に人文社会科学の未来の話ができて光栄です。普段大学公共政策研究所の助教授をしていまして、科学と社会の政策、社会における応用などを研究していまして、科学者のチームがチーム全体としてパフォーマンスをいかに高めているかに関心があります。最初の問いかけです。私の研究と人文社会科学の未来とのつながりについて、ここに書いてあるような問いかけを考えていきます。中国の人文社会科学の国際化から始めていきます。研究分野は第一に中国における人文社会科学の国際化の現状、第2に中国の人文社会科学が国際化をした理由、最後に最近中国における研究評価がどのように変わってきたのか、この変化によって中国の人文社会科学がどのような影響を受けているかです。ご存知かもしれませんが、中国では多くの学問分野の発展、人文社会科学も含め、理化学も工学も、このような分野については国家政策で定められています。したがって国の政策が極めて重要で、人文社会科学の未来のためには中国国家政策の理解が重要だからです。プレゼンの最初の話を始めるにあたり、最も重要なのは人文社会科学の国際化とは何を意味するのか。この枠組みで言えば、国際化の意味は3つのレベルでまとめることができるかもしれません。まずトップダウン、上から下まで国レベル、機関レベル、個人レベルの水準で考える、このような枠組みは人文社会科学にも提供ができます。国レベル、国家レベルではさまざまな政策、国家としての研究プログラムがありまして、学術研究を国としてサポートする、国境を越える国際的なものもある機関
大学レベル、例えば大学研究機関レベル、組織レベルがあります。その場合の国際化は、例えば論文を国際的な学術誌に発表するとか、あるいは外国人学生等に講義を行うなどがあります。その下の個人レベルです。個人個人の研究者が海外の同僚と共同をすることが国際化につながります。前のスライドでも触れましたが、国際化は非常に幅広いものであることが分かります。国際化といってもさまざまな側面がありますが、目に見えるものではない、もしくはなかなか捉えることが難しいものです。データが十分にないことも理由です。Okay. So, how to understand internationalization? どのようにして国際化を捉えるか、中国の人文社会科学の未来の国際化を考えるさ、例えば計量書史学などでさまざまな次元を見ることができます。例えば引用文献によって人文社会科学の知識が反映されているかもしれません。例えば著者、論文の著者等について出身国も分かります。引用文献によって学術に対する国際的な影響も測ることができるかもしれません。協調を見ると、どれだけ海外の人と共に書いているか、人文社会科学における国際連携の状況を見ることができる。また学術誌、ジャーナルの情報、これを見ると少なくともある分野におけるその国の強みを表す可能性があります。まず書史学、ビビオメトリーのメリットを考えると、私を含めて多くの研究者は中国がどのようなプロセスで人文社会科学を国際化させてきたか調べています。ビビリオメトリーとデータを多くの研究者が使っています。今現在の多くの調査ではリサーチに関するさまざまな質問を考えています。人文社会科学で中国は巨人大国となろうとしているのか、多くの研究者がビビリオメトリーを使ってデータを使いまして、進化あるいは引用がどれだけ中国で影響が出ているかを調べています。多くの研究者が同じ結論を出していますが、結局社会科学の国際化で中国はまだ離陸していない、テイクオフしていないという結論が共通で出ています。次のスライドです。このチャートを見ると3つの異なる段階期間が分かります。中国本土における社会科学について、まずは最初の段階、次に発展の段階、第3が比較的安定した時期です。これによると国際的な論文について1998年前の段階がありまして、さらに直近になると大きく上がっています。中国本土の研究者は優位に大幅に国際的な学術誌に論文の発表を行っていまして、増え方については 20% 程度の時期があります。次のスライド、こちらを見ると国際比較で社会科学論文のグローバルなシェアで、アメリカはおよそ 20% ほどアメリカが占めています。
英国と日本のシェアについては安定的な成長でして、中国本土のシェアが劇的に増えています。とりわけ直近10年急激に増えています。いずれの比較を見ましても、かなり中国本土初の社会科学の分野における論文の国際化が進んでいるということができます。他の3カ国と比べても中国は増えている。これは中国の人文社会科学の国際化と解釈をすることができます。次です。これは中国の社会科学分野の中国の学術誌における発表と国際学術誌に対する発表を比較をしています。社会科学の論文で国内の中国向けの学術誌への公開が減っていることが分かります。SCI の割合、トータルに占める割合は増えていまして、今、2018年の段階で 14% まで上がっています。次のスライド。国際連携をする傾向が強くなっていることが示されています。中国の人文社会科学研究については、より国際化の傾向が強くなっています。国際連携によって書かれた論文が先に増えまして、その後安定的に増えていることが分かります。私の研究に基づいて、将来はさらに国際連携を調べていきたいと考えています。中国の人文社会科学の分野の発展の中で、論文あるいは研究の協調、国際連携の役割を研究を続けます。次のスライドは、もう一つ中国の人文社会科学国際化の特徴です。極めて学際的であることです。分野横断的であること。ベルリンのインデックスを見ています。中国語か英語か人文社会科学で見ています。1998年から2014年までを見ています。ここではベルリオインデックスを使って、どれだけ学際的であるかを人文社会科学の分野で見ています。その結果、調査の期間において、社会科学の論文については若干学際性が強くなっています。より学際的になっている人文の分野の方がより急激に学際的になっています。2つ目の側面は人文社会学自体が学際的であること。今後ここにフォーカスを当てて研究を続けていきます。人文社会学における研究者のチームがどのように結集するのか、また人が集まることによってどのようにパフォーマンスが上がるのかを見ていきたいと考えています。異なる属性の研究者が一緒になるわけです。ジェンダー、分野、あるいは所属機関、出身国、それぞれ属性がバラバラです。これらの属性すべてを考えた上で、いかにしてチームが集められるのか、それによってチームとしての業績がどのように上がるのか、人文社会科学における業績の上がり方を調べていきたいと考えています。次のスライドです。こちらのグラフで示しているのは、同じく中国の人文社会科学がより学際的になっていることを示す証拠です。このグラフで中国語の論文と英語の論文を見ています。一部の分野、人文社会科学において、より学際的なものが調査機関で増えていることが示されています。次のスライド。
相関関係です。学際的であるかということと引用文献との相関関係です。知識組み換えの理論について、より知識間の距離が多いもの同士を組み合わせるとよりイノベーティブな学術的なブレイクスルーの可能性があります。この調査結果では、調べたのは中国の人文社会科学に関する論文です。その結果、相関関係は単なる性の関係ではありませんでした。逆、U 字になっています。つまり、人文社会科学の研究者が非常に例えば自然科学とか工学とか農業などハード科学のものを社会科学のために多く引用したのであれば引用に影響が出ます。引用の件数に影響が出るということは暗示的に学際的であるかどうかについては論文引用についてはモロ刃の剣プラスマイナス双方の影響がある可能性があります。次のスライドでは劇的な違いが国際化の中で自然科学と人文社会科学であることを示しています。こちらも私個人にとっては今後の研究で興味深い内容かもしれません。なぜこのようになっているのかなど現状を調べていくことは興味深いかもしれません。次のスライド、今申し上げたことの証拠です。理系と文系における、あるいは人文と自然科学との間で国際化に違いがあること、これも実証的な証拠です。後半部分第2部ですが、中国の人文社会科学が国際化をした理由です。次のスライドにあるように複数の理由があります。ほとんどのものが国の政策が理由です。政策の影響が大きい。第一は国家の政策、また設備投資です。研究の資金の出どころ、あるいは研究評価。最後が個人の動機づけです。次のスライドをご覧ください。中国では人文社会科学の発展は国の政策で決まります。21世紀においては国家として人文社会科学を発展させるものがあり、それが最も大きな理由で中国の人文社会科学が発展しています。第2に研究資金です。学問の発展、国際化にとってはファンディング資金があるかないかも重要です。第3として研究評価及び金銭的な報酬評価の制度です。今現在の評価枠組みでは、中国の大学における研究者は、人文社会科学の研究は国際的な学術誌に出す傾向がある。また研究者が自らの論文を国際的な学術誌に載せたいと思うかどうか、海外でのインパクトを大きくしたいという意欲があるかどうかです。次が一連の中国における人文社会科学促進のための政策。次のスライド。これを見ると、研究開発費が中国で増大していることが分かります。2007年以降、特に中国の研究開発投資は大きく拡大しています。次が結論です。
中国における最近の研究評価のシフトについて、政府からの文書が出まして、研究評価について、また高等教育の評価についても定量的なものから定性的なものへの重点変化が起こっています。中国は国際的な論文発表を重視しています。3つのタイプで質が高い論文とは何かを書いています。まず、中国の国内学術誌も大事であることが述べています。られています。将来、中国の人文社会科学の研究者は論文を国際的な学術誌に出すだけではなく、中国での出版公開も重視するとは思いますが、まだ困難もあります。中国国内の学術誌に論文を載せるとすれば、十分なピアレビューが国内だけでは十分に行われません。また国内の学術誌で発表するためには有料ともなりますので、若手の研究者、学生にはお金がかかるという不利な点があります。中国の新たな政策という観点から、ローカル化、国内化、中国の人文社会科学で国内重視あるいは海外重視が対立をしていかないようにしたいと思います。ありがとうございました。クールス先生、どうぞ。皆様、スクリーンをシェアいたしますが、それほど大事でもないので、見えなくても気にしないでください。ファスティン・クールスと申します。フランホーファー研究所です。非営利の研究機関で、プロジェクトベースの研究をしています。この観点から、複数のプロジェクトでどのような未来に向かっているかを紹介します。特に欧州委員会から受託をしたものがあります。新型コロナ後のシナリオです。つまりパンデミックが収束をなんとか2040年にはしているであろうという想定のもとです。ハイデルベルク大学で国際平連系文化影響センターでも勤務していまして、日本学、中国学などを合わせています。フォーサイトは単なる見通しではありません。将来予測でもありません。複数の将来の予測でもない。フォーサイトとは異なる未来を想定し、それを実現していくことです。知識体系がその一部です。このような議論をしています。知識は昔も今も力の手段です。誰が知識を持っているか、知識を持っていると支配力があるかもしれない。単に情報があれば権力があるのではありません。昔は情報を持っていることがひたすら重要ではあったかもしれない。しかし今は持っている情報で何をするかが重要です。情報から知識を作り出すことができるかです。さまざまな情報が入ってくることが重要であり、そこから生み出すことが重要なのは、連携協力および次のレベルに高めていくことが重要です。欧州委員会とたくさんのシナリオを議論してみました。またアデナワー研究所ともさまざまなシナリオを研究しています。知識を生み出すこと、知識体系にとってそれがどのような意味であるか、複数の機関で研究しています。オープンサイエンス、オープンな知識体系でありたいということが欧州委員会が重視している側面です。だからといいまして、どこの国でも同じということではありません。世界中のどこの国ともつながっているという意味でもありません。未来がはっきりしているというわけでもありません。科学の体系がどれだけオープンであるか、
明瞭であるわけではありません。非常に異なる場合がある。すべての学生、すべての研究者に対して全世界でオープンなわけではない。どちらかといえば日本はそこまでオープンではない。あるいは他の国では行政手続き的な障壁があるかもしれない。もちろん言語の壁はどこでもある。文化的な壁がある場合もある。知識を生み出す必要はあります。すでにこれまでの発表でもありましたが、知識を生み出すといっても背景のシステムが元となります。言葉を習得してもそれだけでは意味がありません。政治的な側面がある。さらに以前にもまして経済的な意味合いがある知識を生み出すこと、また情報を獲得すること、情報にアクセスができるかどうか、以前よりもさらに重要性が高まっています。複数のシナリオ、5つのシナリオを欧州連合のために考えて、その中の1つで企業が優勢になるシナリオで、学校とか大学は産業界が支配をする場合どうなるのか、人文社会科学はどうなるのか、人文社会学の重要性は確認がありまして、企業も倫理とか価値とか対話にとってこの分野が重要であると、このジレンマを考えることが重要です。この場合どのような意味があるのか、もし産業界、企業がシステムを支配する場合、例えば教育を教えることを売ると、非常に高額であって、もはや知識へのアクセス、情報へのアクセスが平等ではなくなる場合にどうなるのか、このような問いかけを投げています。その中でコラボレーションするべきか否か、一部の国はコラボレーションしたくないかもしれません。自分だけの知識を国境を閉じて自分だけのものにしたい、インターネットもシャットダウンしたいと思うかもしれません。知的財産権はどうなるのか、誰が知識の所有権を持つのか、発展が違ってくるかもしれない。その場合には今のシステムは適合をしません。知識を所有するという意味は人文の分野ではどのような意味を持つのか、そこでドロップアウトする、取りこぼされる人は誰なのか、障壁があるときにどのような状況になるのか、次の質問として、科学の知識をどう活用するのか、ノーベル賞を受賞しては結構ですが十分ではない、論文を書いて出版することだけど、それは十分ではない、議論がなければ、知識が次のレベルに上がっていかないのであれば十分ではありません。学際的な議論も必要です。学際的な研究も学術的に行う必要がある。そのための基盤、土台が必要です。一方で、知識移転という概念もあります。A から B に知識を移転すること。それはもはや問題ではありません。今日重要なのは、いかにして連携をして知識を生み出すか。特に人文の分野で、共に共同でグローバルな知識基盤をどう生み出すのか、グローバルな価値を生み出すためにどのようにコラボレーションができるのか、共同で合同でいかにして新しい知識を生み出すことができるのか、ノイズについてもきちんと振り分けが必要です。意味がない情報と意味があるものを選別ができることも大事です。そのようなコラボレーションは政策レベル、経済レベルでも必要であり、言うまでもなく個人の研究者間でも重要です。個人と個人の研究者は連携が必要であり、個人の研究者はこのような多文化の中で連携ができるスキルが必要ですが、またしても言語の壁があります。学校、大学の役割が問われています。教育機関はもう変わっていますが、これから数年間も急激に変わっていくでしょう。国家の財政は枯渇しています。新しいシステムが多くの国で生まれてくるでしょう。日本においても教育は変わっていくでしょう。日本はもともと教育はお金がかかる。中国もどんどん教育はお金がかかっている。ヨーロッパでもそうです。もともとはドイツでは義務教育は無償だったのが変わっています。ということは、人文が忘れられてしまう可能性がある。そのリスクがあります。経済的に大事だと忘れ思われていない、もしくはただ単に本当に忘れられてしまう恐れがあります。しばしば、
もはや知識体系に入っていない。例えばもう教えなくなっているとか、昔に比べると教えなくなっている。あるいは基礎的な知識がないと対話もできない分野であるからです。学際的な対話をするためには一定の知識がないとできないので、ということで私の立場考えです。共同研究、共同理解、共同研究を社会学、人文社会学、価値、倫理でできるような基盤が必要です。倫理的なジレンマがあります。例えばデジタル、AI などではもうジレンマが発生しています。そのための議論の基盤が必要で、世界的な方向が必要です。例えば2030年の SDG の目標だけで、方向を見出すことができるのか、フォーサイトはしばしば見通しを考えるために使われています。その後、規範的な議論を行う。戦略としてどの方向に向かいたいのかを議論する。何ができるか可能かの議論だけではなく、希望としてどの方向に向かいたいのかの議論が重要です。人文社会科学ではそれだけで重要なのか、グローバルな課題は力を合わせなければ、グローバルでしか解決はできません。これをどのように進めていくことができるのか、フォーサイト、によってどのようにしてアプローチを進めることができるのか、これまでは完全にこれにリンクしている機関はありませんでした。各国間で連携をし EU レベルで行い、産学連携はあったとしてもきちんとした連携のためのプラットフォームがありません。そのような基盤が必要です。以上です。たくさんの疑問だけが残ったかもしれません。以上です。皆さん、大変刺激的な冒頭のご発言ありがとうございました。もうこれだけで分かったと思いますが、どれだけ異なる視点があるか、知識とかその歴史、あるいはその意味論について異なる見解があることが分かりました。今現状、人文社会科学がどのような位置にあって、この先どちらに向かうのか、さまざまな見解がありました。まず私からも言いたいことはありますが、今お互いに何か質問と回答はないでしょうか。今すぐにやり取りをしたいことがあれば、スピーカー同士ですぐにこれを確認したいということがあればどうぞ。よろしいですか。では簡単な質問を王さんにしたいと思います。シャローズのデータによると、この多文化の理想的な、まあ、形態というのはマトリジであり、これはすなわち文化影響的、あるいは重ね合わせるような知識の重ね合わせということが言えています。どうやって私たちはマテリオリッチ、このような状況の中で実現できるのか。これについていかがでしょうか。ご質問ありがとうございます。限られた時間の中で手短にお答えします。マテオリッチというのは、この名前というのは非常に、国際的な制度の中でもいろいろな考え、あるいはこの異文化間コミュニケーションの中で多く取り上げられてきています。ただ多くの研究も行われてきています。これはまあ現在のまあ構成だと思います。実際にどうであったかという状況よりも、現代の文脈で考えれば、彼は非常に、まあ、謙虚であり、あります。ただ、非常に多く、日々、その苦労もしていました。コミュニケーション、知識階層の人たちと、あるいは、この実際に会話をする人たちと、もう日々の段階でいろいろ苦労もあったわけです。ですから、これが最初の、部分になります。それからまたあと新しい代にオープンであるということ、常に何かを探索していました。彼だけではなく多くのこの宣教師、16世紀あるいは18世紀もそうですけども、まあ
アジェンダが当然あったのは分かります。目的があったわけですが、ただ彼が毎日やっているタスクについては、人々にオープンに話しかけるということをしていましたので、そこで学ぶこともあったわけです。例えば、商人もそうですね。近世においては、このような大陸を横断した人たちにとっては、彼らは、事前に言語を勉強するとか、そういったことはなかったわけです。ですから、まあ、オープンになって、地元の人たちにオープンになって、その知識に、研究に向かうと。こういったところを現代の文脈でも同じようなその参考になる部分があるのではないかと思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。お互いにパネリスト同士で他に質問、今すぐというのはありますか？今すぐにないのであれば、私からまず2つ。ブーチェニ・バルガスから中島先生に向けて、事実確認として今後、先生は今現在の東アジア経文書院を拡大する可能性はないですか？北京大学、東大、それ以外の大学を含める可能性はないでしょうか？私の経験を少し共有させていただきます。数年前、私たちはヤンゴン大学訪問の招請を受けました。入学試験があります、大学の。これはまさに始まったところでありました。したがって、当時まだ新しい、領域でもあったわけです。哲学というのはまだ制度化もされていませんでした。そこで、東京大学が連携をして、ヤンゴン大学と連携し、まあ、特に哲学部の方と連携することを約束しました。この哲学部は、その東、東南アジアにおいて中心的な存在になってきています。したがって、このような歴史的な、まあ、このような遺産というのがありますので、それに基づいて一緒に連携をして、日本の経験を共有することによって、新しい価値を生み出すことができる哲学教育において、そういうように思います。東京側から言いますと、もっと学ぶことができると思います。すなわち、このヤンゴン大学のその地元におけるいろいろ理論というのを学ぶことができると思います。このスキームというのは、他のいわゆる第三国の大学というところでは、まあ、適用可能なものではないかと思っています。ありがとうございました。ワン・ルーさん、質問があるんですか？質問をカーティ先生とにお尋ねします。カーティ先生は競争と連携の話をしまして、リュウ先生も結論で新しい傾向が中国の人文社会科学であるという話でした。中国だけの問題ではなく、私は日本の大学の立場でコメントしていますが、今回の一連のセミナーは日本の大学を考えていたので、また人文の研究者はいつもジレンマがあります。ほとんどのものは地元の言葉で書いていると。したがって所属機関政策としても、まず地元の言葉で知識を保存したいと。しかし国際化もしたい、国際コラボレーションもしたい、国際競争にも参加をしたいというジレンマがあります。知識体系、研究者が
英語以外の言葉で研究をして論文を書いた場合にはいつもこの悩みがあります。英語でするか英語以外でするか、その結果ナショナリズムの影響もあります。海外の世界で国際的な場で書いて発表することができるかできないか、将来の研究、将来の知識体系ではこのジレンマにどのように取り組めばよいのか、国際化もしたい、あるいはナショナリズムといえるような、もしくはナショナル化ともいえるもの、このジレンマにどう取り組むか。ご質問ありがとうございます。例えば中国ではバランスが必要です。国内の学術誌に出す場合と国際的なジャーナルに出す場合のバランスが中国では大事です。人文社会科学における研究はそもそもローカライゼーションの性質を持っています。自分の国に目が向きます。人文社会科学は調査をしている現象あるいは問いかけはどちらかといえば具体的な地域、具体的な国、個別のものが多いからです。私自身の経験でも論文をジャーナルに投稿すると何度かあったのは私の論文はリジェクトされてしまいました。そのジャーナル曰く、つまり却下された理由は一部受け入れていただけないと、つまり非常に内向きなある国特定の論文は載せてもらえないと、このようなジャーナルはあります。その場合には研究者で人文社会科学の分野の人なら研究論文を国内の学術誌に出した方が適しているのかもしれません。つまり視聴者、読み手、国内の学術誌の読み手の方がそのような論文に関心を持っている可能性が高いからです。海外の読み手よりは。ただし国際的な学術誌に掲載されることもとても重要です。つまりその方が学術的なインパクトを中国初で人文社会科学で強くできるからです。一つ中国が国として促しているターゲットがあります。海外の読み手に声を発信せよと、中国の研究者の声が聞こえるようにしなさいと、人文社会科学でもっと強く大きく発信をせよと言われています。これは知識文化のグローバルな発信ができるかどうかの重要な問題であると。したがって私の考えとしては国内の学術に出すこと、海外のものにも出すこと、バランスが大事だと思っています。これ自身が政府大学も促していることです。以上です。追加します。このジレンマは昔から長くあるものです。確かに中心的な言葉は英語でした。しかし我々にとっても奇妙です。 EU にいても奇妙です。英国は出ていったんです。ブレクシットで英国さえ EU の加盟国ではないのになぜイングリッシュを使わなければいけないのか、多くの人が疑問に感じています。サイエンスで次の言語といえば中国語でしょう。しかし必ず中心的な言語はあり続けます。ということはバランスが必要です。バランスを取った上でジレンマがあるということをはっきりさせておくことが重要です。自分の国の言葉は大事です。自分の国の言葉で理念として哲学、価値、人種、認識、実証、認識論的な議論においては自国語を使うことが重要です。自分の国の言葉、自分の言語でしか明瞭には説明ができません。ただ単に論文が出ればいいということではありません。もちろん可能であれば
外国語に翻訳をすると機械翻訳はすでにレベルが高くなっているかもしれませんが、存在しない外国の言葉もある。英語とか中国とか、あるいは全く同じ専門用語はない可能性があります。作業はある。さらに、見解、意見の交換をすること、やり取りです。これは単に論文を出すだけではありません。単に印刷されればいいとか、論文を配布すればいいということではありません。議論することが重要なのです。はい、よりハイレベルで意見を交換すること、やり取りをすること、例えば国際会議とか今行っているのウェビナーで意見のやり取りをすることができる。あるいはワークショップの開催などが可能です。それは非常に活発に行われています。あるいはこれらを議論して声明文を出したとか、それだけではありません。例えば、将来のことを共に考えるとか、あるいは共同で今後の研究構成を考えるなどの可能性もあります。そのコラボレーションはどんどん変わっています。フォーサイトでもコラボレーションの方が変わっています。ワークショップ、通訳が入ることも入らないこともあります。ただ、まだ言語の壁は乗り越えていません。言語の問題は残るでしょう。語学学習の未来というプロジェクトが今あったところですが、外国語の勉強は続くでしょう。もちろん、コンテクストに合わせて外国語の勉強は必要です。外国語を学べばコラボレーションに役に立ちますが、それで問題が解決するわけでもありません。ありがとうございました。全体としての質疑応答ですので、皆様、映像をスイッチオンしていただけますか？言語、言葉、これも昔からある問題です。言葉の壁はあります。中島先生もそのような話がありました。さらに直接、そもそも人文とは何ぞやというところ、人文と社会科学でまた言語の問題は違うかもしれません。政治的な問題だけでもありません。イングリッシュがなぜ強いのか、グローバルな知識マーケットの言葉がイングリッシュであるということだけではありません。翻訳と通訳によって新たな知識が生まれる、知識が変わる、学術区分も変わる。中島先生、ワンさんなどが述べたと思います。人文においてもう役に立たないのではないか、言葉の違いに対してはどのように有効であるのか、また翻訳、通訳の影響なども重要です。ディスカッションの中で深掘りをしたいところがあります。今議論しているスケールについて、皆さんが示してくださった地域レベルなのか、例えば EU とか、あるいは東アジアゲーム商業という組織レベルなのか、もしくは国レベルなのか、リュウさんが述べたように、中国政府が人文のアジェンダを決定する際に大きな役割を果たしているとか、一方で、ローカルな翻訳、通訳という議論もしたいと考えています。また、ケンブリッジ大学のグローバルノレッジスタディセンターの活動も聞きたいと思っています。これまでのセッションで人文についてまで日本の分野であるかのような議論をしてきましたが、今は世界各地の人文の話をしているので、グローバルなものであるかのような話をしています。グローバルなナレッジベースとは一体何なのか、これをどのようにコンセプト化することができるのか、グローバル人文とはどういうものなのか。私たちはグローバル2つの形で考えることができるのは、グローバル知識、グローバルナレッジ、これについてはまあシステム体系ということになりますが、知識の体系として、まあ、ローカル固有ではないということ、特定の特徴があり、一定の社会に適応できるものというのがあります。また、グローバルの問題にも対応できるもの、したがって知の体系としては、その目的、方法論、それから視点、そういったところは、その目的のグローバル化に対応する形で進める。それから、
グローバルの観点を適用するといった意味では、グローバルの観点の知識を提供するためには、まあ、これまで数十年にわたって進展してきていますが、特に最近では、より大きな、このノレッジの生成、これは特に、その均等性、対称性というのが出てきます。したがってまた構造、これは政治的なもの、あるいは規範的なもの、そういったところについては一定のリソースにアクセスができるというアクセスも重要になってきます。それからロジスティクスもあります。これによってコミュニケーションが、新たな知識のコミュニケーションが強化される。それからまた、このようなその学習の制度、機関を作るためにファンディングも必要です。連携を進めるためにも必要です。知識自体がよりグローバルになってきているということが言えます。我々の存在自体がよりつながりを増やしていますから、それもあります。また同時にもっとお互いにつながってきている。そういう部分があります。したがって、知の体系がこうした課題に対応する形で発展させていかなければいけません。もうすでに特別か何かニッチな領域で専門化をするというような、そういう、まあ、余裕はないというところがあります。まあ、アカデミーにおいても、特専門家っていうのがありますけれども、しかし、ますます、もうより、連携を通じて、人文社会学の方が提供できるものに対応する部分が増えてきています。非常に緊急性も高いものです。そして新しいソリューションをその生み出す。つまり人類あるいは人文科学の英知をそこに注ぐということが重要です。技術的なソリューションというのが他のセクターでも提供がありますが、こうした2つの側面というのが、まあ、連携しながら進めていくということが必要でしょう。グローバルにこの知の体系をしっかり展開するというためには、やはりグローバルの問題についてはグローバルに対応していかなければいけないという部分があります。これまでいろいろ議論してきた課題についても全部つながっています。一つ、まあ、問題として、まあ、特に焦点を当てるのは、このような学会時代がそうですけれども、この学会の中でどう知が循環するかという部分もそうですが、学会自身も非常に大きな知識の生産という構造の中にいますが、これが我々の制度が中心、あるいは公共の概念、公共財、あるいは公共財としての知というのがもうすでに中心ではないわけです。つまり複雑性が高まっているということがあります。新しい学問領域の概念化、新しい 人文科学、あるいは我々の新たな役割というのが必要になってくるかもしれません。これは非常に大きな課題です。また、こうした新しい概念、考えを開発する時間というのも極めて限られています。ただ、まあ、楽観的になる必要があります。ただ、ポジティブな面としては、知識がどう構築されるのかを考え、どう管理されるのかを理解すると、よりその規範的な部分についても理解ができてくるようになります。特に、そのこれについて関して重要な役割を演じることができます。過去の間違いを理解し、そして、今後展開されるものとのギャップを理解する、このプロセスをしっかりと将来の知識に向けて生かしていくということが重要です。ありがとうございました。また後で議論ができるかもしれません。これまでフォーカス、これまでのパネルについては研究機関、大学における人文にフォーカスを当てていましたが、広く知の体系を考えると自己中心ではなく、もしくは大学だけではなく、グローバルな知の体系を考えると、そもそも研究機関や大学の役割全体を考えると、その場における人文の役割は変わっているのだと思います。同じ質問を中島先生に聞きたいと思います。東アジア芸文書院の委員長として、東アジアの位置づけ、東アジアにおける人文、および将来についてどのようにお考えですか？非常に重要なご質問ありがとうございます。EAA の観点から言いますと、
我々は、この言説の権利といったことを考えることを求められています。東アジアが改めてこのような言説の権利をどう考えるかという部分、西洋中心の言説ではなく、それが重要になると思います。非常に強い今現象が起きています。中国ですが、この中で転写という考え方を強く打ち出してきています。この世界というのをこの天という概念とその結びつけています。つまりその影と光という両面になるわけです。影の方には行かない。我々としては、日本が代表するような形で20世紀の前半そういった部分がありましたけれども、日本が東アジアの中心であるというような考え方です。これは誤用ですね。言説の権利の誤用だったと思います。しかしこの言説の権利の概念というものを通じて、これを我々の地元の経験を普遍化するということができると思います。これはグローバル化、知のグローバル化とはちょっと違います。私たちは何らかの非常に批評的なプロセス、いわゆるこの普遍化すると、ユニバーサライジングということが重要です。この地元の知識と対峙する形で。でなければ、いくつか希少なものを単にグローバルの大事なローカルな地をグローバルの保管庫にただ還元するだけに終わってしまいます。これではまずいです。ですから、私たちはシステムを批判しますが、どのようにして我々の地元の知識のシステム、それからを豊かにするかということを考え、またもう一度この普遍化のプロセスも考える。でこれは共有可能なものである必要があると思います。世界中で共有可能なものである必要があります。全ての大学において、これが我々の一つの重要なミッションでもあります。このグローバル化の時代において重要な部分になります。以上が私の考えです。ありがとうございます。これがグローバルと同からのインタープレイかと思います。自動的に普遍的か、そうではなく異なる分野からのボトムアップの知識の生成の側面でした。ありがとうございます。最初の問いかけ、例えばより広い知識の体系における大学の役割に立ち戻りたいと考えます。政治、国家、企業、資本主義もその意味で入ってきます。これと結びつけて、これまでのパネルでも議論がありましたし、参加者の一人が質問をしています。最初のパネルではどのようにして知識を分けるのか、これはグローバル資本主義と適合するのかしないのか、特に知識によってイノベーションを生み出したい、使用可能でなければいけない、イノベーションについてはクールス先生も言及していまして、イノベーションと学問の自由との関係についての質問がありますので、この相関関係についてあるでしょうか。人文社会科学の未来と結びつけて、クールス先生からいかがですか。研究政策について、もともとイノベーションリサーチという名前がフランホーファーの研究機関に入っていますので、何もかもやはりイノベーションに行き着いてほしい。イノベーションは単に新しいだけではなく、実際にマーケットで使いたいわけです。応用科学の専門として市場で使いたい。ただし知識の生成は自由であることが大事。この点は
例えば科学は自由であるべきという憲法もありますので、基礎研究によって知識を生み出さなければいけない。使い方が決まっていなければいいというわけではない。いいバランスが必要です。一方で知識、それ自体も増やしたい。国内において、地域において、グローバルで知識、それ自体はもちろん量的に増やしたい。しかし一方で、応用とか使い道があるという話もあります。これが今重視されすぎている、誇張されているかもしれない。何もかもイノベーションでなければいけないとか、全身的ではなく突然イノベーションとして上乗せになるとか、あるいは今の流行りであるからで目立つものがあるかもしれません。イノベーションという言葉をやたらめったら使いすぎているかと思います。もう少し厳密に考えると、イノベーションは知識体系それ自体にもあるかもしれません。例えば、知識の生み出し方の違いだけでもイノベーションになるかもしれません。例えば、大学の役割の話に戻ると、ユニバーシティ、ユニが入っています。ユニバーシティというのはユニ、宇宙、何もかもが入っているのがユニバーシティのユニです。ここで我々の構造にも制約はあります。このような学術区分から学際的に混ぜていくとか融合させるとか異なる視点、例えばフォーサイトではまさにそうしています。異質のグループ、全く違う視点を持った人たちをわざと混ぜているわけです。ナノテクノロジーとバイオテクノロジーとサービスの専門家を混ぜるとか、あるいは哲学者を例えばバイオテクノロジーの議論に引っ張り込むとか、これによって本当に新しい知識が生み出されます。私どもの経験でほとんどの知識は端っこインターフェース界面で学際的な境界で生まれるんです。必ずしも区分の境界とは言わずとも思想の学派の違いというか、境界面で新しい知識が出ているんです。一番豊かな知識は違う考えの人たち、違う学問分野の隙間で生まれてきます。ありがとうございます。リュウさん、戦略で中国政府の話がありました。その場合、人文における役割はどうなるのか、戦略を国家が決めて、中国の人文社会科学をもっと海外に強く発信をしてほしいといった、その時のイノベーションの役割はどうなのか、そもそも中国はどのような考えでこれを奨励しているのか。複数の戦略を中国政府は促進しようとしています。その一環として人文社会科学を進めています。中国政府は学際的であることを促しています。ほぼすべての分野で人文社会科学を含めてどの分野でも学際的であることは奨励しています。今年、科学財団、国家科学財団によると新しいカテゴリーで研究費を申請が可能となりました。学際部門という研究資金申請ができました。従前はそのようなカテゴリー、区分はありませんでした。今年から学際的という区分ができました。つまり、新しい区分が研究資金申請で登場しまして、研究者はより多様な知識を活用して、学際的な知識を使って申請をすることができる。もっと分野をまたがる研究資金を申請することが可能となった。これはプラスではないかと思います。戦略としては効果的で、全ての分野でイノベーションを促進する可能性があると私は思っています。人文社会科学でも。2つ目の戦略は、人文社会科学の研究者に対して、
他国に短期留学をすることを奨励すること、それによって国際連携の拡大が人文社会科学における中国人研究者と他の国々の研究者、例えばアメリカ、イギリス、その他のヨーロッパの国々の研究者と連携を促すことにつながると思います。調査研究がありますが、国際連携によってイノベーションが実際生まれると、イノベーティブなアイデアが科学的知識の創出につながるという研究成果も出ていますので、おそらく中国政府もイノベーションのために人文社会科学でこのようなことを考えているんだと思います。ありがとうございます。イノベーションの話が出たので、アブドゥル・カラム・シックさん、テクノロジーの役割に関する質問です。テクノロジーは議論になっていませんね。とても関連があるのに、これまでのパネルでも深いつながりがあるのですが、人文とデジタル技術の発展とか、オーグメンテッドリアリティ、AR とか、コネクテッドソサイエティであるとか、つながりとか、貢献とか、最近の最先端技術と人文社会科学のつながりについて、よろしいですか？あ、手短に申し上げます。この素晴らしい質問ですけども、トマス・カスーリによりますと、日本の哲学に関しての研究もしています。2つの知識について研究しています。1つはインゲージドナレッジ、もう1つはディタッチドナレッジ。GAFA のようなものについては、プラットフォームは常にいわゆるディタッチドな知識というものを使っています。まあ、彼らの利益のために。いわゆるサーベレンスキャピタリズムをサポートしていることになっているかもしれませんが、こういうような方向には大学は行っていません。インゲージドノレッジを使って私たちは、こうした GAFA のようなプラットフォームをよく考え、別のものを考える。つまり、もう一つのそのような知識を共有できるプラットフォームを考える。そして、前の知識をより、ユニバーサライゼングする形の、普遍化する形でのものに転換できる、そういうようなプラットフォームを考えていかなければいけないと思います。ありがとうございました。クスタス先生、何かありますか？テクノロジーと人文に関しての。はい。テクノロジーをするときにやはり人文化が必要です。テクノロジーというのは、Going beyond the borders that we had... まあ、国境を越えます。境界を越えます。人間とテクノロジーの間でのこの境界というのは減ってきています。したがってこういったものは今現在起きています。ロボティクスもそうです。AI もそうです。バイオテクノロジー、バイオエコノミーもそうです。我々が使っている製品においてもそうです。これはすでに20年ぐらい経っていますが、非常に大きなトピックでもあります。イノベーションリサーチでも大きな問題です。哲学者においても、我々の研究所においても、その背後にある価値を議論しています。倫理的な価値もそうです。あるいは、この規制的な結果についても議論をしています。からジレンマがありますので、これについては、これにどう対応したらよいのか、そしてそれをどう解決したらよいかというのを考えています。あまり意識していない部分があるんですけれども、そしてこのプロジェクトがありまして、環境の将来的な、まあ、将来的な環境問題、AI、それから倫理的な問題があります。それを考えるということなんですが、それから、倫理の観点からも参加してもらっています。トゥービンゲン大学のもプロジェクトに関わっています。
そして何が AI の未来になるのかも議論していますし、またどのようにして私たちがこのような通常の人に立って分かるようにするのか、ナレーティブあるいはストーリーボードを通じてどう展開するか、そこであとアーティストも入ってきまして、小さなストーリーボードを使っています。ストーリーボードと呼んでいますが、まあ、物語、ナレーティブで、これはまあ標準的な部分がありますので、こういったところでどういったジレンマがあるかを映し出そうとしています。これはまさに、これをしっかりと出版して、公共の空間で議論していかなければいけません。まだ準備はできていませんが、2つのテーマがあります。1つは、AI がもし、使われた場合、あるいは学校でロボットを使ったらどうなるか教えるときに、それからもう一つは、もし私たちが AI を使って、何か探索する、あるいは、深海の領域を研究するときに、通常、まあ、人間としては到達できない領域ですから、深すぎますから、また水の中ですから、こういうのはどうしたらよいか。あと、ストーリーボードがあって、そこでは、こうしたものを、名前をまあ取り上げていく、そういったものを全部取り上げていく。ここで、そういった意味で人文科学が大きな役割を演じることができると思います。単に課題を見出すだけではなく、実際にどう規制したらよいか部分、どう対応したらよいのか、技術的にどう対応したらよいか、そういった部分についても対応できると思っています。ありがとうございました。そろそろ最後のラウンドを意識しなければなりません。稲田が述べていた人文のより広い役割、学術研究としての人文の知の体系の役割で農業の話がありました。非常にたくさんの知識があるけれども、アカデミックな内容ではなかったとしても人文に関連をしていると、また力と支配との関係、多くの人が発言しています。このコメントは本田由紀先生だったかと思います。人文社会と価値について、本田先生は間違った紹介をしてはいけませんが、負の相関があると。人文の分野で人文の研究をしていることと愛国主義とか人種差別とか、何でしたっけ、能力主義とか市場競争であるとか、それに対する態度で負の相関関係、あるいは否定的な見方があるのではないかということで、マージナライゼーション、終焉化されると、あるいは資金提供が減っているとか、もはや人文の分野はより広い知の体験にとって危険なのか貢献どころかという話がありますので、まずは稲田、人文これから100年後は大学でどうなるのでしょうか。例えば長い歴史的な視点で劉先生のように考えた場合に、例えば寺院とか民間研究機関とか性学の研究とか、昔と現在の結びつきとか、何かコメントがあればそれぞれお願いします。人文は何か危険なのか、将来の人文の役割について。I think the relation, the history of the relation between the humanities and the university itself. 大学と人文の関係そのものですけれども、一つの重要な中心的な側面というのはこれまで150年ぐらいの間ですが、大学のモデルというのが、輸出されてグローバルになったという部分があります。この中のグローバルモデルというのは、人文のこの概念に基づいています。それからいろいろな学問分野もその中で取り上げられています。この中で見ている構造、ストラクチャーというのは、他の側面もあります。つまり科学の専門家、
さまざまな学問分野の展開というのがありました。我々が今経験しているのは非常にハイブリッドのモデルだと思います。大学のこれはいろいろな方向に、展開しています。したがって、人文の中心的な部分というのが非常にクラシカルなアジェンダとしていろんなものを適用していこうとしています。そして世界を理解しようとする我々が一つの声として理解しようとする、まあ、これは少し距離を置くことであっても、あるいはより深くエンゲージメントをすることでもそうなんですが、一定程度の批評的な距離を取る、そして、無視するわけでもなく、この一つの、まあ、空間を一定程度しかし、その持って、それを客観的に見る。で、大学にいては、こうした違ったレイヤー、層、あるいは動きというのを見ることができます。ケンブリッジでは、例えば、いくつかの大学が一つに入っているようなものです。多くの研究機関があります。まあ、ある種独立ですね。資金繰りからも、アジェンダもそうです。それぞれ大学はみんな違う。しかし、人々がいろいろと循環しています。あるいは民間公共のスポンサーがあり、いろいろな構造の中で動いています。産業も関わっています。いろいろな形で関わっています。これを全部見ていきますと、いわゆるアジェンダの重複があるわけですね。したがって、部の方が一定の研究を追求している。ただ研究機関が同じようなプロジェクトをやっている、同じようなお金を使って、同じようなテクノロジーを使って、ただ違ったその資金繰りというふうになって、こういったことが全部調整するというのも大変です。で、一つ、ただこれでポジティブな部分としては、まあ、その知識の道筋というのがあります。まあ、このダイバーシティの中でこういったものがあります。どの道が何につながるのか、どういう結果につながるかということも考えなければいけませんが、もう一つは、そういった意味では素晴らしい。ただそういったところではそのリソースの無駄遣いもあると思います。そういったところでコラボレーションがないために、人文社会学というのは大変興味深い役割を演じることができると思います。その意味では単に大学の中だけではなく、将来の最大の課題の一つというのは、この人文学の方のそのどういう仕事につなげるかというところもあります。そしてまた大きなこういう地平線どう展開するかという部分もありますが、もうすでに数十年にわたって、まあ、その学者の職業とか、それから政治的な構造とか、そういったことを議論してきていますが、私たちはまた同時に他の社会的主体者とものことも考えなければいけません。これは複雑なもちろん関係性です。その新しいイーソスが出てくるかもしれません。それからまた同時に、先ほども言われましたように、その土地固有の特殊性もあります。それから誰が例えば哲学的歴史的な知識を生み出している人たちは同じような構造で行われない世界の中において、全てのところで大学のような構造を持っているわけではない。ある社会においては政治的あるいはジャーナリスティックな部分もあります。宗教的なところが担っているところもあります。より伝統的な機関がそうした役割を演じているということもあります。あと重要なところは、非常に重要な潜在的な知識生産のための基盤というのが必要です。倫理的な部分、経済的なセクターとも関わっていきます。それからインターフェースの部分が必要になってきます。先ほどクースタンさんが言ってた通りです。こうしたいろんな興味深い課題があります。問題は、誰がこの人文科学をどうしていくのか、それからこの問題に問いかけに対して、より積極的に貢献し、興味深い形で他の知識の生産者がどう問題に対応しているかを考えていく必要があります。最後のまとめとして、とてもうまくまとめてくれたと思います。この議論は長く続けたいと思いますが、今回については時間が来ました。パネリストの皆様、エキサイティングな議論にありがとうございました。各国からのご参加貢献ありがとうございました。オーディエンスの皆様、ご参加最後までありがとうございました。人文知識に関する研究を
人文社会科学の内部から考えることで小冊の力になると思います。社会として一応どう考えるのか、パネル2において副総長が述べていたように、なぜ人文社会科学が必要であるのか、それによって知識がどう発展していくのか、重要だったと思います。ありがとうございました。Thank you.